35歳の高校生、はい、スクールカースト、うん、本当に意味不明。はい、まあうちらまだ小学校なんで、うん、小学校の間ではまだこんなことはないと思うんですけど、ねうん、でドラマの中での説明では、はい、生徒同士によるランキングで、うん、1軍2軍3軍に分けられ、うん、1軍はあらゆる権利を持ってて、うん、例えば暗黙の了解で空き部屋を使う権利とか、うん、教室や廊下で騒いでいい権利とか、うん、授業中気軽に教師に話しかけていい権利とか、学校行事に参加しなくていい権利、うん、で2軍は1軍に文句を言う権利なし、うん、でもおとなしくしていれば普通にスクールライフを送れる権利はあり、うん、で一方3軍は教室や廊下で笑うことすら許されず、うん、1軍や2軍の生徒に話しかけちゃいけない、うん、ひどい時は名前すら覚えてもらえず、要するに満足にスクールライフを送る権利すらない。で誰が何軍になるかの決め手は空気とノリ、異性にモテたり発言力が強かったり、ノリがいい生徒はランクが高くなり、逆に地味だったり場の空気が読めなかったり、ノリが悪い生徒はランクが低くなる。で結局のところはとにかくコミュニケーション能力っていうのがこの格差につながっていくと。まあ実際にこういうことがあるんでしょうから、うん、まあ何とも言えないんですけど、うん、誰かが運営してるわけじゃないですか、誰かがランク付けをするわけじゃないですか、うん、新たなランク付けは作ることできないんですか、うん、こっちでもう一個作っといたったらええんですよ、我が1位にしといたったらええんですよ僕はそういう感覚になっちゃうので、まあ例えばここに3軍になってたとしても、うん、我がで1軍の作っとくやんって作っといたりとか、うん、そういうことをしようかとか思う人もいないってことなんですかね。まあ言ってみればそういうことことができれば三軍にはランク付けされない。まあなるほどね。ただね、僕思うんですけど、うん、このノリとか、うん、その個人個人みんな違うはずなんですよね。で僕らの学生時代もそうですけど、うん、まあ騒ぐやつは騒ぐやつでグループはちゃんとしっかりしてたと思うんですよ。うん、でまあ真面目に勉強するやつってのは真面目に勉強するやつたちが集まってたじゃないですか。そう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 。でまあたまに茶化したりとかってすることはあっても、それぞれのグループの中でみんな楽しんでたわけであって、うん、それをわざわざこうね、こういじめにかからんでもほっといたりなと思うんですけどね。うんうん、でまあこのスクールカーストね、うん、もう本当にいじめそのもののような気がするしね、はい、まあいじめの前提となるというか、まあそこからいじめに発展するっていうよりはこれが存在すること自体がいじめだと、ランク付けされてるわけですからね、でまあそのあたりがね、決して絵空事ではなく、何年か前にはね、はい、スクールカーストっていう言葉が結構メディアでも話題になったりしたんだけど、うん、なんといってもネット上での広がりっていうのが最たるものだった。はい、まあそういうことでいくと、なんとなくこの陰湿さっていう部分はね、うん、ネットを介してある意味匿名性ということが醸し出してる、それは間違いないというか、怖いですよね、うん、それから一方では、うん、渡哲也扮する浅田教育長が馬場綾子のことを私にとってかけがえのない子っていうふうに言ってたし、うん、それと信じていた相手に裏切られる、辛いな君にとってはと彩子のことを気遣っていたし、今回ちょっと明らかにされたのはあの回想シーン、あそこでいじめられてたのはあれは彩子、そんな感じしましたけどね、となるとその時には浅田は彩子を助けることができなかった、うん、まあ当時の教師と生徒の関係というか、うん、まあそれ以上に血縁関係があるのかどうか、うん、気になりますね。ねえ、でそんな35歳の高校生には今回もまたまたあの方からメールが、はい、校長先生を演じる榎木孝明さんを見ると、去年東映うずまさ映画村で思わず買ってしまった榎木さんの水彩画によるポストカードを思い出してしまう今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。35歳の高校生第3話、今回はいじめが友情を引き裂いていくという物語でしたね。あのような陰湿ないじめが実際にあるのかと思うとちょっと悲しくなってきます。一方3回目ともなると米倉涼子の制服姿さえだんだん見慣れてきてしまったというのも不思議です。高い年齢で女子高校生を演じていたスターといえば、1978年公開のアメリカ映画グリースに登場したオリビア・ニュートン・ジョンを思い出します。オリビアは1948年生まれですから、公開当時は30歳で、撮影の頃は29歳といったところでしょうか。セーラー服ではありませんが、制服に身を包んだオリビアの姿は今見てもこれが高校生といった感じですね。加えて共演したジョン・トラボルタは公開当時24歳、とにかく出てくる人物がどれも冷静に見たらどこが高校生やねと言いたくなる生徒ばかりなのです。そのおかげでオリビアの年齢が多少高くても見た目のバランスは取れているというのが不思議です。
この作品、私は結構大好きな映画で、未だに DVD で見てしまうのです。感動の名作というような映画ではありません。が、ミュージカルとしての名曲が多いことと、何とも言えない素直な活気が溢れている楽しい作品であるというのが、この作品の魅力ですね。さらに忘れられないのが、初めてテレビ放映された時の吹き替えです。オリビアを桜田淳子さんが、トラボルタを野口五郎さんが演じているのです。オンエア当時は1981年、すでにタノキントリオや松田聖子らがデビューしている時代に、この二人を主役に据えたという大胆さに驚きました。この録画ビデオを繰り返し見ていたので、私の頭の中にはその吹き替え版の声が今もこびりついているのです。35歳の高校生はいじめがテーマですから、どうしても重たい雰囲気になりがちです。楽しい活気が溢れるのは、増武さんと片瀬奈々さんだけという状況から、だんだん抜け出していくことを期待したいですね。うん、ということで、とにもかくにも35歳の高校生、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。はい